旧平安北道庁関平安北道は日本統治時代の朝鮮の行政区画の一つ。現在の朝鮮民主主義人民共和国の平安北道、事故道を合わせた地域にあたる。道庁所在地は新宇樹。朝鮮西北部、平安道地方の北部にあたる道である。東に環境南道、南に平安南道と接し、北は暴力港を隔てて中国である。 新宇治は満州と鉄路でつながる国境の町である。日本当治の末期には、応力港の豊富な水量を利用した発電所として、水豊かダムが建設された。昭和11年現住古高調査より、昭和20年当時1919 19年8月以前は、平安北道長官。昭和16年当時昭和16年当時昭和2年当時、 大正4年当時昭和16年当時昭和16年当時昭和17年当時昭和20年の路線昭和2年当時昭和6年当時道内に本社を有する資本金50万円以上の企業である昭和20年8月当時昭和16年当時この時代に生まれ育つかまたは活躍したものを掲載ありがとうございます